渡辺里奈、身振りの対応が悪いらしいな。渡辺派が随分多いけど、あいつの身振り行きたいか。実際俺は2回で止めた。対応どんな感じなの？基本的に無表情、壁に話してる感じ、相槌もなし、まるで興味なし、お時間ですのメッセージが出た時だけ笑顔。俺だけかと思ってたけど売上見て納得。よく2回目チャレンジしたな。中学生にキャバ嬢みたいな対応を求めるなよ。相手を楽しませられなかった。自分の力不足を恥じた方が良い。うわあ、セミプロ出身だからこういうのうまくこなしそうなんだけどな。ひなあいだけ見てても身振り対応をいいとは思えないというのはわかるだろ。さらに精美なもとつかさこ町モノマネで印象を悪くした。世界の悪りななんて盛り上がってるのは速報 INI。 超上積みで桜坂を逆転。最年少でも一番の大人志向とかモノマネするたびに悪いやっちゃなぁとかキャラ付け方向性が違ってるのでは。思った矢先の今回のうちは揉めで気の毒すぎる。精美なもとつかさは当事者、金村でさえ食いついている。うまく切り替えさせてあげてほしいが。身振りに来たお日様がキモいかキモいかキモかったんだろ。ビジュアルの整っていないことこって初期から言われてるやん。プライドが高い方のセミプロだから諦めるしかない。小川とどうして差がついてしまったのか。桜坂もなぜこんなギが一人だけ伸び悩んでるかも理由が近いところあるからね。そんなことより5万枚差ひっくり返されるってさ。今川さんだか今村さんだかだか知りませんが、満身がとか礼儀がとか他人事みたいなインタビューしてないで、ビジネスマンなんだからしっかりと仕事してきちんとした商品を市場に出しなさいということにつきますね。思うんだがよくこんなノータは応援するね。精美な元氏に対する冷たい対応にも増して接するんだろうな。金をドブに捨てるようなもんだわ。アイドルに無駄金なんか使わないし、身振りとか握手会とか1ミリも興味ない。買うならやれる姉ちゃんに課金してるから。ただ見てるのは暇つぶしになるからやってんけど、この渡辺とかいうガキが実際にリアルであってもクソっぽいのはわかるわ。マグロだろどうせ。今のうちにファン囲っておかないとって思えるようなら日向坂に入らなくても売れてるよ。対応に不満があるならバッサリと押し返でもしたらええがな。ファンも自由なんだよ。落ち着きまくってるからな。キャピキャピした応対は超苦手そう。